鉄道ライトトーク。今回は京阪スペシャル2600系1983年正月前の思い出を語ります。今回の鉄道ライトトークは4項目に分けて語っていきたいと思います。まずは車両のこと、その次に当時の運用のこと、そして復活したネガからの写真、最後に本音トークと、この4項目に分けて語っていきたいと思います。では車両のことから。1983年、正月当時の2600系は、京阪最大の131両が所属していました。当時の京阪本線の所属車両が553両ありまして、そのうちの131両なので、 23.7%、 約 25% 近くが京阪の2600系、いわゆる4分の1は2600系という状況でした。1983年正月前当時の2600系には4種類の顔がありました。一つ目はですね、こちらですね、こちら今2601ですね。こちら、これがあれですね、一番二段窓のついたこの顔ですね。これが標準ですね。その他にもですね、こちら、2番目の種類として、こちらですね、2段窓でない顔ですね。こちらのタイプですね。その次に、こちらですね、こちらの山系のハンドブックから、こちらですね、完全新造車の30番台ですね。こちらの顔ですね。最後に、こちらですね、1両しかなかった、1編成ですか、29番編成の顔ですね。こちらに紹介があります。こちらですね、当時2600系ではこの方向幕がついてなかった、この29番編成ですね。この4種類の顔がありました。この他にもですね、京阪2600系なんですが、細かくいろいろ分かれていましてですね、これは鉄道ファンのこれですね、これ1900、こちらですね、1999年の本なんですけども、こちらの鉄道ファン462号なんですが、昭和前からだいぶは経ってはいるんですけども、ほとんどこの2600系のですね、この違いの詳細をこうまとめたものであって、台車とかですね、この後登場時からちょっと振り返った台車とか、29番編成とかですね、この辺でしたらちょっと2200系が改造された時に一緒に方向幕化とか車体更新とかされているので、ちょっと若干この当時とまた違いが出てくるんですけども、そういう意味ではこれ、この細かく2600系のですね、分類分けとか登場当時のとかですね、いろいろ書いてありますので、この辺をちょっと目を通していただいたら、すごく分かりやすくなるとは思うんですけども、あまりにも細かすぎてですね、ちょっとこの動画ではちょっと語りようがないので、あれでした、この鉄道ファンのこの1999年の10月のこの462号をゆっくり読んでいただけたらいいかと思います。先ほど顔が4種類あったっていうのもあったんですけど、本当にこの2600系細かい部分があって、この21番22番編成はクーラーの形が違うとかですね、他車のですね、この2000系ですね、この2000系のこの横の部分ですかね、ここどっか乗ってるかな、
こうですね、種車のこのですね、この部分で、窓がこう、2200系と同じタイプのですね、このタイプとですね、こう、2000系のこの初期車のタイプですね、1から24番でしたかね、2000系でこの登場したこの窓のちょっと少なくて大きいタイプですね。この辺の差とかがありますので、この辺ちょっと全部語り出すとすごいことになるので、ちょっとこの辺ではちょっと語らないようにします。では次にですね、当時、1983年の運用ですね、運用当時ですね、こちら、やっぱ2600系のこの、30番台ですか。こちらでもこうですね、急行運用のこのバシッとした写真があるんですけども、2600系のこの30番台は、この6000系が登場するまでは最新型の編成でありまして、まあ、中間部分に運転台がない、綺麗な7両固定編成であったということもありまして、主にやっぱり急行、準急運用ですね。こちらの方で運用されてた記憶があります。まあ当時ですね、これ1983年昭和集まり当時はもう登場当時のままなんで、この正面もホロがついてあるんですけども、まあこの後ですね、まあホロが撤去されたりとかして、ちょっと表情が変わったりはするんですが、この時まあ第一線でですね、やっぱり主に新しい新車ということもあって、京阪ではこう、急行、準急の優等列車によく使われていました。その他のですね、この2000系からの0番台の2600系ですね、これはここにもね、ちょっと写真上がってるんですけど、宇治線の運用とかですね、私も写真撮りに行ったんですけども、片野線の運用とか、支線の普通運用からですね、まあ本線の普通運用まで、オールマイティに運用に入っていました。まあ、4両編成からですね、7両編成まで自由に編成を組めるということでですね、当時、まあ、2600系は自由度が利く編成だったので、この0番台についてはもう、いつでもよく見られた車種でありました。まあ、室内もですね、こう、京阪の通勤車の、この標準のですね、この黄緑色のですね、室内ですね。この辺はもう、京阪標準の室内でしたね。台車がまたこれ、ちょっとすごい種類がありますので、まあ、先ほどの、まあ、鉄道ファンですね、これ、案内にもあったんですけども、2600系はちょっと台車の種類もかなり多いので、これはちょっといちいち細かく語れないんですけども、こういろいろ台車の種類がありました。ではここからですね、この後、走行音ですね、2600系の走行音を入れながらですね、私が撮影した、まあ、復活したネガですね、古いネガで、写真をこの貼り付けて、お見せしていきたいと思います。ちょっとネガが劣化しているので、色があんまり綺麗でないっていうのと、まあ、当時、まあ、小学生、中学校、1年生、2年生ぐらいでしたかね、ちょっと、やっぱり撮影技術もなかったんで、ピンボケ写真とか、あまり、綺麗なものが、少ないんですけども、まあ当時の雰囲気が分かればということで、恥ずかしながら全部お見せするようにしております。では、この後どうぞ。おはようございます。
now open. ご注意ください。The doors on the left side will open.から本音トークになります。ちょっと時期が合わないかもしれないですけど、1999年のこの10月の鉄道ファンを見ながらですね、ちょっと当時の本音トークを語っていきたいと思います。こちらですね、1983年当時のですね、私としての考え方ですね、この2600系がですね、131両もあったので、まあ、いつでも映せるし、いつでもやってくる車両だったんで、まあ、大きすぎる車両だったんで、京阪の中でも、まあ、こう、あれですね、あまり興味がない車種でしたね。まあ、6000系登場前までは、この2600系のこの30番台が、この最新型だったんで、まあ多少気にはなってたんですけども、まあ正面のこの窓がですね、30番台こちらですね、30番台のこの窓がですね、こう2段窓でなくなったんですね。こうまあ2段窓がなくなって、まあ京阪らしくがなくなってきたなーっていう、まあ2段窓こちらですね。普通上のこの京阪はこう2段窓がこう多かったんですけどね、こう他のこれですね、ここでもようあるんですけど、京阪といえばまあ当時のまあ2200系や2400系もそうだったんですけど、この2段窓が多かったんで、こっちですね、まあ2600系もそうなんですけども、まあ1000系もそうですし、こう2400系や、まあ、2200系、これ全部こう2段窓だったんですね。
これが京阪らしさだったんですけども、当時のね、鉄道友人と、鉄道ファンの友人とこう話をしていてもですね、この京阪のこの二段窓がかっこ悪いと、みんな嫌いだみたいな、古い臭いとかダサいとかね、みんな言ってたんですけども、私としてはですね、この 1700kb 機だったんで、この二段窓ついたこの 1700kb 機だったんですね。もちろん反論してですね、この二段窓こそがこの京阪の魅力だと、よう言ってましたね。でも、受けが悪かったですね。どの鉄道ファンに言っても、京阪のこの二段窓はなぁ、みたいな感じで、嫌われてましたね。私は好きだったんですけどね。5900系にしてもですね。この後の、どんどんこう改造して更新になると、この二段窓がどんどん消滅していくんですけども、世間一般的にこう京阪のこの二段窓がですね、再認識して、魅力、京阪のこの二段窓、こう魅力ですね。これがほんまに再認識されるのは、この2600機のこの0番台がですね、もう最後の、ついてたこの二段窓の車両で、今も、去年までですかね、去年までこれ運用で入ってたんで、これがもう消滅の危機って言われるですね。これが言われ続けてた、もう2020年前後からずっともう、こう2600機のゼロ番台こう消滅になるっていうことで、それで再認識でこの二段窓がいいなとか、ちょっと思われたり言われるようになりましたね。私自身この2600機のこのゼロ番台をこう追いかけ出したのも、旧塗装のもう最後の方もほとんどちょっと追いかけていなくてですね、最後ですね、新塗装化されてですね、それから動画でこう、いろいろ撮るようにとかするようにはなったんですけども、もっと早くからですね、こう撮影してたら、もっといろいろ、かっこいい写真とか、いい感じの写真とかで、動画とか撮れてたとは思うんですが、これもすごい残念なんですけどね。今の私自身がこう阪急京都線で、こう通勤で毎日のように乗って写してるんで、いつも同じような写真を撮ったりとか、この間も撮ったのにとか思いつつですね、こう記録して残して、同じような写真を撮ってはいるんですけども、毎回撮っているうちにですね、だんだんこう、なんていうんですかね、こう、自分で思うには、こう、上手になってきたとか、自分がこう、思う、こういうふうに撮りたいっていうふうに、一歩ずつ近づいてるっていう、そんな感じになってきましたね。やっぱりちょっと同じものでも、こう、数撮ってるうちに、だんだんいい感じになってきたと、自分では思っています。この当時もそうなんですけど、ずっとこう、やっぱりね、いろいろ撮り続けてたら、撮り続けて、撮り留めて、撮りためていたら、やっぱりいいものがこう、撮れるように、いろいろ貴重な写真も撮れてたな、という。もっと言っとけばよかったな、とは思うんですけどね。そういう反省点もあります。この辺でですね、今回、京阪の2600系1983年正月前の思い出を語るを終わりたいと思います。応援のいいねボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録のまだな方は右下のボタンをポチッとお願いします。ではまた。